はい、今日は彩香が僕の誕生日サプライズ旅行を企画してくれたので皆さんに自慢していきたいと思います。今回サプライズ旅行ということだったので僕は全く行き先を知らずに到着したのは熱海のホテル。うわすごい、初めてこんなとこ来たの。これ露天風呂ついてる。一緒入れるね。これやめて。初めてのキングサイズやん。私のためのベッドじゃない。こんなの気持ちよすぎる。なんとここの旅館、お風呂上がりに無料でコーヒー牛乳が飲めます。まあもちろんビールにしたんですけどね。夕食まで時間があったので備え付きのバーラウンジへ。そして夜ご飯は鉄板焼き。スパークリングワインに乾杯したらこだわりの肉や魚料理がたくさん出てきました。マジで何一つ外れなくてめちゃくちゃ美味しかった。そしてまたしても彩香が何か見つけたようで。ハート型全然違うじゃん。どこをどう見たらハートかわからんけど、とりあえず肉はめちゃくちゃ美味しかった。地酒の飲み比べをしてガーリックチャーハンに締めのカレーも最高。そういえば水槽ではこの店のアイドルのカワハギちゃんが泳いでました。すいません、そのカワハギってそれ食べれますか？感謝します。水族館行くと魚食べたくなるタイプの人間です。デザートの洋風どら焼きも甘酸っぱくてうますぎた。部屋に戻ったらいきなり彩香がどっかに行ったので、とりあえずカメラ回してみた。なんであんたがどうか覚えてんの？ケーキのサプライズがあるのを忘れていた嫁でした。あんたが用意したプライやろ。なんであんた忘れてんの？いや忘れてふりをしてた。忘れてふりをしてたの。さすがですね。はい、はい、お風呂で足に指輪してみたり、お風呂上がりには石油王にも会えました。そしてやはり寝相の悪さはキングサイズでも関係ないようです。旅行2日目は贅沢な朝食からスタート。そんなんて髪の毛すごくない？朝食後彩香は足がしびれたらしく。ね待って、足がなんかおかしいのお前の頭だから。いや確実にお前の頭です。朝風呂もしっかり露天風呂で昨日の酔いを覚ましていこう。ちょっと変なものが見えてしまったのに見なかったことにします。そして熱海といえばこの平和通りで食べ歩き。この商店街は熱海の名物を詰め込んだようなところで、彩香は早速温泉まんじゅうをパクリ。めちゃくちゃ暑いので要注意。僕はアワビ串なるものを見つけたので早速食べていく。一口で800円消えました。途中なんかの名シーンのような場所を見つけたので動画を撮影。嫁の名はお昼ご飯でやってきたのは熱海銀座お魚食堂。ここではさばきたてのお魚を食べることができます。早速ビールで乾杯。見てくださいこの巨大な丼。彩香はいくらか食べれないので僕は全部いただきました。このお店写真撮影もしてくれるんですが、はい、熱海。いや熱海だと笑顔は作れん。その後はキートのふわふわモンブランを食べて彩香お楽しみの熱海プリンへ。ここは熱海の温泉をイメージしていて店内が可愛い。プリンまでオケに乗って出てくるこだわりを間違いなく映えスポットです。節目の30歳の誕生日に嫁と過ごすことができて僕はとっても幸せ者です。